内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。築約60年の物件が賛否両論仕様になっているとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。1964年3月築の木造2階建て。コメンテーターには私立愛州大学アンティーク校ノスタルジー教授にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。皆さん、夏休みでもしっかりノスタルジーしてますか？私はいつだって夏はチューブでノスタルジー。味わい深いプロパンガス、水栓付きで原付バイクや自転車なども軽く洗えます。それでは今日も元気に。 Open fire。 玄関先での長話に花が咲く、そんな玄関土間。夜はノスタルジックにライトが照らします。失礼します、ノスタルジックと現代の融合、ウッディフローリングで仕上がるリビング&ダイニングキッチンスペース。築60年のメゾネットでございます。換気窓からの採光が最高。キッチンスペースございます。 Open fire。家具家電が必要な場合は事前にご相談くださいませ。電子レンジに緑を置いたデザイン、給湯器リモコン、深型調理器具しっかり入ります。 No go key。 携帯モニターホンございます。自由な場所で来客対応できます。 Open fire。ガスコンロ2口、魚を焼いても換気窓からしっかり匂いを追い出します。ダイナミックな換気窓、格子付きでセキュリティアップ。日中は電気をつけなくても作業ができる最高具合です。こちらは約5畳のリビングスペース。ご高齢の方に優しい手すりつき、バランスを崩したあなたを徹底サポートします。玄関から一直線に光が抜けており開放感があります。Open fire。収納スペースございます。1階をメインスペースとして過ごす方をサポート。お布団や衣類、季節ごとの不要なものなど、あなたのセンスが光ります。冷暖房完備。奥には洗濯機スペース、カーテンレールがついており、空間をしっかり分割できます。奥にはインダストリアル感あふれながらも以前の名残を感じさせる洗面台、鏡の立てかけ可能、サイズ感ノスタルジー。好みが分かれるデザインですが、創作パスタな空間に面白みを感じるデザイナーズな仕上がり。収納スペース完備で買いだめにも対応します。シーリングライト取り付け可能、謎のデザイン、新旧がコラボする瞬間。お手洗いはどうでしょうか？以前の名残を感じますが、しっかり温水便座、快適さをプラスします。こちらは浴室ございます。現代風にアレンジされています。木です。独特なデザイン。浴槽は大きくはないですが、清潔に仕上がり、湯船に浸かりたいあなたには嬉しい仕様です。こちらは シークレット感漂うベランダ、物干し竿がかけれるようにアレンジされています。手すりがついており、足元が心配な方も安心です。上階へ参ります。失礼します。
約6畳の洋室。光が差し込みますが、開閉不可能。夏箱のスペースを使うにはエアコンが必須となりそうです。天井は高く開放感があります。あなたのセンスが光ります。収納スペース。こちらは約3畳の洋室。クッションフロアですが、かなり弾力性があります。強いて言うならモコモコしています。斬新な床。Open fire. 収納スペースございます。こちらはバルコニーございます。最高は最高。洗濯物はしっかり乾く最高具合です。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？以前の癖と新たな癖が癖になるデザイン。お部屋は広々としており、1階をメインスペースとして使っていただくことが可能。参りました。古すぎずところどころノスタルジックなジャブを打ち込まれ、形容寸前でした。これはまさに、哀愁ノスタルジー。それでは今回はここまで。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。